はい、皆さんおはようございます、今週もお届けしましょう。嘘のような本当の話のお時間ですね。はいはい、私パーソナリティの土井秀人がね、多彩なゲストをお迎えして嘘マジみたいなお話をねお届けしております、今週も元気にいきますけれども、まあ、番組ねお問い合わせご意見ねいろいろいただけたらと思います、メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com ね、ホームページからも入れます。はい、あとは YouTube ね、ぜひぜひアーカイブという形で、ギノワン、ひらがなでね FM も入っていいです。あのギノワンって言って嘘カタカナでね入れていただくと今までの放送のいろんなねお話が出てきますのでね、はい、ぜひぜひチェックしてみてください。というわけでね、今週も東京から、ゲストをお迎えしております。ね、W.O. イースト、ね、ドクター水素ボトルの北条雅弘さん、今週もおはようございます。よろしくお願いします、はい、おはようございます。よろしくお願いします、ね、はい、それから先々週とね、東京から出ていただきましたお二方ゲストをお迎えしております、スタジオの中ねもう目いっぱい今人がいて大変なんですけども、はい、ちょっと私から見てちょっと奥の方でね、メイさんね、また今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それから、佐藤千佳さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでね今週にぎやかになりそうだな、楽しみですね。はい、嘘みたいなねお話、まあ最近ちょっと私自身もね嘘みたいなことってちょっとお話できてないんですけれども、今日は人数いっぱいいるのでまた今度ということでね。はい、メイさん、メイ5月、メイさんは僕そういえばこの間ね先週ちらっと聞いたんですけど、なんかアイドルもされてるんですか。アイドル声優さん、声優さんして、ね、はい、なんか、うん、頑張っていらっしゃるということでね、あの沖縄にも何度か来られて、はい、うん、こちらね、もう一方佐藤千佳さんもね、はい、沖縄お好きですよね。はい、大好きです。なんか今までね何度か来られた中で発見気づきっていうかね、うん、うそ沖縄ってみたいな、なんかそんなことってあります。例えば千佳さんの、あ、ちょうど今朝の話なんですけど、うん、ちょっと慌ててて朝ね時間がなくて、うん、でもコーヒーが飲みたくてスターバックスに行ったんですね、うん、で東京のスターバックスってだいたい3分から5分ぐらいで出てくるんですよ、うんうん、まあ、例えばコーヒーを頼んだら受け取り口で受け取るのはだいたい5分以内なんですけど、まあまあまあ、沖縄のスターバックス、久しぶりにコーヒー一杯あんな待ちましたちなみにあんなってのはだいたい倍ぐらい、だいたいね10分ちょっとかかりましたね。あの前のおばあちゃんがね、うん、カウンターの女の子と知り合いだったみたいで、あるある世間話が始まって、うん、楽しく聞いてたんですけど、うん、だんだんちょっと時間がピンチになってきてどうしようかなこれと。はい、私も、別店舗じゃないんですけどね、経験あります。あのねすごくね穏やかでちょっとねゆっくりな印象でしたでしょ、うん、すごいこう本当ゆっくりなゆったりした時間が沖縄タイムが流れておりました。ね、山手線のホームじゃないですけどこう、ね、駆け込みで乗る人も危険な状態であるんですけども、あの世話しさっていうのがやっぱりほぼほぼなくて、そうですね、うん、私も11年にもなるんですけどもその感じが僕は好きですけどもね、うん、もうおばあとね店員の女の子がいや孫のよ知り合いであと何中とか言ってスターバックスと関係ないさっていうことがね延々語られるとお客さん待たなきゃいけないんですよ。ってからね、はい、わかります楽しかったです、聞いてるのもで、まあ、ちょっとね忙しい朝に大変だったとは思うんですけれどもはい、そんな、ね、佐藤千佳さんのエピソードですって、はい、はい、例えばみえさんの方はなんか大きなあだ名みたいなあります、地名に惑わされたことが
ありまして、去年の5月に大阪に行って、で9月に沖縄に来たんですよ。でその旅行に行く前からその SNS であのポケモンスナップが取れる場所があるのを知ってて、でその地名が北谷っていう地名なんですね。で5月に大阪に行った時にあったんですよ、北谷っていう地名が。あ、ここだと思ってぐる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 回ってたらないんですね、はい、見つからないんですよ、で友達と、いや違ったのかなって思って帰ったんですね、その時は大阪からでまた同じ友達と沖縄に来たんですよ。したら Google マップで見たわけではない、ではないです。その、ね、SNS でその、その北谷、北谷がね北谷があって、でそのポケモンのスナップを撮ってる写真が上がってたんですよ。なので場所が分からなかったんですね。なるほど、全国各地あるじゃないですか、はいはい、でたまたま沖縄に来て、で私の友人が、あ、チャタン行ってみたいって言ってて、チャタンって何ってなるです、なりますよね。なりますね。で後々チャタンって調べてみたら北谷、ポケモンスナップあるところだってなって大阪で無駄な時間を過ごしました。いやすごいですね、お嬢さん、ね、あの全国をね、ドクター水素ボトルで飛び回ってるお嬢さん、そんなね地名のエピソードとかもいっぱいあると思うんですけども、ちなみにお嬢さん、あのいきなり無茶ぶりですけど、最近どうですか、ありました？いや、みたいな、まあ今のね地名で言ったらね、さっきお蕎麦食べたのがあのあがり屋さんですからね。あがりえとかあがりやとかね、東って書くでしょう。これね東京ではこんなのは絶対読めません、東へと書いてね、そうそう東へってね、入表山猫、ね、入表島って書いてあってもね西表島って読みそうになりますからね。確かにね、ね、はいはい、上がる気がします。あの沖縄県漢字選手権地名さんあるんですよ。であの人のねあの名字とかもねあるんですけど、僕でもまず全然正直受かる気がしない。かなり沖縄もねそんな広くないさね、ないさねってもうないんですよ。そうね、と車で例えば営業の仕事してたりしてもほぼ毎日海が見渡せるわけさね。あ、ちなみにこのスタジオからねお二方見ていただいたこの海が北谷の海ですからね、うん、なんですけど北谷ですよね。北谷ですね。ね、北谷は日本全国なんかちょいちょいありそうな、ね。ありそうですけどね。でもハエバルとか絶対読めないですよね。ハエバル。それ私が沖縄に来て一番最初にやっちゃったあれです。ハエバルちゃう。ハエバル、ね。ナンプーバ。ナンプーバラって言ったら、ね、沖縄の人どこそれ、もう一回言ってナンプーバラ。あ、南の原って格別でしょって言ってどうさ受けるっつってから広告代理店だったんですけど事務所の女性が。ウケるわそれ、それねハエバルって読むの知らんわ、ね、先週も言いましたけど読めないからスマホに入れられないんですよ。そうです、ね、地名押すと自分どこにいるか分からなくなってしょっちゅうありました。難しいねえ、慣れると面白いですよでもねはい、そんなわけでね沖縄のエピソードではないですけども、なんかお二人とも私がこっちに長くいるせいでとっても、東京の方っていう感じですけど新鮮ではあるんですけれども、はい、一旦ね、CM に行きますね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、嘘のような本当の輪ねえ、ここ FM ギノワン、それこそチャタンの海が見渡せる、ね、スタジオからお届けしておりますけれどもね、ぜひぜひドクター水素ボトルね、体験会来てみてくださいね。はい、6月の3日ね、あ、これ4日だからもう済んでしまってるな、本日ですね、ありますね、はい、那覇ティルル6月4日日曜日ね、ティルルで、行います。那覇のね会場ありますから、ぜひぜひお昼ぐらいからやってますからね、よかったら放送聞いた方でも突然無料ですからね、来ていただいて大丈夫です。というわけで、はい、今日もねゲストをお迎えしてますが、ドクター水素ボトルのお嬢さんと、ね、メイさん、チカさんお迎えしておりますけれどもね、ちょっと CM の間にびっくりして
なんなんこれみたいな、嘘みたいな話ってどうみたいなしてたら、なんと、ちかさん、すごそうですね。どんなことがあったんですか、人生。人生ですね、そう、土井さんにね、先ほど CM 中に嘘みたいなことないですかって聞かれて思い出したんですけど、はい、20歳の時ですね、21歳までの1年間ブラジルに留学してたんです。まあ、大学がポルトガル語専攻だったもので、たまたまのちょっと縁でブラジルに、うん、行くとあんまりすごいですね。まああんまりいないですね。真裏ですからね。真裏です。それどこで乗り換えるんですかね。ね、成田から、成田からなんですけど、ね、意外とねどこからでもね乗り換えが効くんですよ。私は結構ニューヨークとかアメリカで乗り換えたんですけど、ドバイでもいいしヨーロッパでもいいし、結構中間地点、どこの中間地点でもあるんですよブラジルって。ああ、そっかそっか、まあまあそうですよ、ね、そうなんです。ほいで、お若かりし頃にブラジルに行きました。ブラジルに行きました。で、嘘みたいな話とすると、うん、ブラジルで1年間のうちに3回バスジャックに遭いまして。ちょっと待って、ごめんなさいね、バス、置き引きとかじゃない、バスの中で、バスの中で、バスジャック。うわうわっていうか、バンダレーシルバーにあったのかと思ったら、それどころじゃないですね。分からない。分からない。もう一回、バスジャックっていうか、3回どころか、僕人生ちなみにね、お互いもう59年になってから1回もないですよね。うん、ないですね。ね、バスジャックはね、バスジャックないです、ね。その確率たるや。これちょっと放送始まって初めてかもしれない、ここまですごい。そうですね。でも結構まあブラジルではよくある日常、そうなんですか、割と日常、まあ日常って地域にもよるんですけどね。で全員からお金取って逃げていくの。そうですそうです。あ、いや別になんていうか、よく映画なんかであるパターン、その立てなんていうの、立てこもり、そのバスで、はい、で拳銃で脅されてなんていう恐ろしさじゃなくて、もうちゃっちゃと財布みたいな。まあでも3回のうち2回がナイフ、うん、まさか、1回が銃だったの。ちょっとよくその平気な顔で笑顔で語って、まあね、ご無事で今こうして沖縄にいるからですけど、でも1回目はやっぱりすっごいドキドキして。そりゃそうですよ。そう、あの屈強な男がね、こうナイフを突きつけてくるわけですよ。バスジャックなんて金出せ。予備知識あったんですか。いや、まあそういうことがあるっていうのは聞いてたんですけど、まさか本当に自分の身に起こるとは思ってないじゃないですか。でもすっごいもうバクバクして、わどうしようどうしようどうしようって、で周り見たらみんな、はあまたか、あ戦い挑む人はいないよね。戦いを挑む、でそれが面白い話で、その初回のね、はい、1回目はそのバスジャック、まあ、ハンガーですね、こうナイフを突きつけながら一人ずつからお金を徴収していくわけですよ、うん、でみんなどれぐらい払うのかなってもう見るわけですね。余裕はありますね。みんなが落ち着いてるから、周りのなんかあやれやれってなってるから、結構日常的なんだなやっぱりと思って、でみんなどれくらい払うのかなって見てると、500円とか、まあ、向こうは5レアルって言ってお札なんですけどね、500円札、まあ、そういうものをパッ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 と、あそれくらいの金額でいいんだ、まあ、向こう急いでますから、その全額だぜとかってやってる暇は一人でないわけですよ。だからカンパ、まあ、カンパみたいな、ちょっと強引なカンパみたいな、ガキフカね、ちょっと500円ずつ2、30人乗ってる、まあ、でもまあ人によっては1000円払ってたり、うん、2000円払ってたりする人もいるんですよ。でももうパパ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 パッと取っていって、うん、でそのまあ強盗犯がですね、いやもう行かなきゃって逃げるところで、お客さんの一人が立ち向かっていって捕まえて後ろから襲いかかって、なんか変な言い方だけど余計なことをってね、なんでそれでね、なんか撃たれちゃったり刺されちゃったりしたらって思っちゃいますよね。でもね、すごいわ。まあ500円や1000円でね。そうで、ブラジルってちょっとバスが昔の仕組み、私がもう行ったのがね、それこそ何十年前ですけど、その当時って運転手がいて、もう一人職員が乗ってるんですよ。でその人が全部お金を徴収してる人なんですね。でそこでお金を払ってみんなバスに乗るわけです、うんうんうん、そうしたら運転手は運転しとかなきゃいけないから、あんまりこうね、こう強盗犯に構ってるあれはないんですけど、そのお金を徴収してる人は座ってお金を徴収してる。え、バスは走ったままなんですか。走ったままですよ。走ったまま止まってるのに想像しちゃいました。その1回目は多分走ったままだったと思います、うん、
そうでそのまあみんなでもその強盗犯はその人にもナイフを突きつけて中の方の客席に入ってきてで座ってる人を脅してやってたらその座ってる人がフリーじゃないですか、うん、でその座ってる人と乗客の一人がうわーって襲いかかってでこう破壊締めにしてで後ろからボコボコにしてで窓が結構ブラジルのバスって大きいんですけど窓を開けてそっからその強盗犯を1,2,3で手足持って投げ捨ててでそのまま普通に走って何事もなかったかも、ね、何事もなかったかもすげえ。さあこれ言ってきましょうかね皆さんラジオを聞きなさいうそーんというねいやいやそうですねリアルに、うん、でも銃はねやっぱりね危機感ありましたね、うん、銃はやっぱりピリピリしますねでしかも2人組だった見張りがいたからその時ちょっとやっぱ襲う人とか襲あねこう勇敢に立ち向かう人はいなかったですけどよくご無事ではいありがとうございます、はい、ですね。いやーちょっと岸に勝るというか驚きですね本当映画の世界だと思ってましたけどまあ多分この実践経験ご豊富なね佐藤さんいろいろ出てきそうではあるなとは思いながらちょっと名さんにもね聞いてみましょうかね、はい、うんなんかどうですか、はい、こうエピソードとしてはなんかエピソードは、うん、そうですねまた水槽トリに戻っちゃうんですけど、うん、その吸い始めてからもう前回花粉症が治ったってお伝えしたんですけどもう一個変化があって私座骨神経痛持ちなんですね座骨神経痛お尻腰から足首ぐらいまでずっとしびれるんですよ、うん、でそれが毎月、まあ、5日間ぐらいずっと続いててで、まあ、発症したのがおそらくソフトボールをやってたからなんですけどその腰を曲げすぎてしまってで腰を曲げ、はい、キャッチャーピッチャーですピッチャーはい、で痛めてしまって、うん、でお尻の血流が圧迫されると痺れてしまうんですね。それは痛み、もう日常の痛み。痛みしびれなので、うん、夜も眠れないんですよね。痛くて起きてしまう。で鎮痛剤飲んでもあまり効かないかったりしてたので、でそれがやっぱり血流が良くなるとなくなったんですよね。うーんちなみにどれぐらい1日1 2時間ぐらい結構毎日のように1日1時間ですね私1時間ぐらいを何ヶ月かそうですね、うんうん、11月ぐらいからなのでうんでも出なくなったのは1ヶ月ぐらいだと思いますあそうですかそれも良かったですねだってよくね睡眠がねお嬢さん落ち着くというか深くなって快適にね起きれてっていうお話もよく聞くじゃないですか。うん。けど睡その睡眠が危ういわけですよね。痛くて起きちゃったりっていうかね。そうですね。あと立ってるのもしんどいんですよ。私立ち仕事をしていて一時期で1日に6、7時間ずっと立ちっぱだったりしてたんですね。で立てないんですよ。なので一人だけずっと屈伸運動してる変な人になってていやいやそれはやらなくて済んでるのであなるほどねこれもまたねご自身のね、こともまあお母さんのこともじゃないですけどいいやっぱり出会いでしたねそうですね、ね、そう信じられないかもしれませんねはい、うん、補助さんの何かいやね、今ソフトボールの話が出たんでね、うん、日本の、ね、女子のソフトボールの代表の方々は使ってくださってるんでねうんそうですよね、はい、結構お長いお付き合いになりますけどねですよね、うん、あそうだそうだ、じゃあちょっと他の方のエピソードも含めて一旦 CM 入ります。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOO イースト株式会社電話番号03-3527-2211
はい、嘘のような本当のはということでね、今日6月4日日曜日ね、朝お届けしておりますが、ね、ゲストにドクター水素ボトルの北条さんと、ね、メイさん、チカさんお迎えしております。はい、今日6月4日日曜日は午後、まあ、昼過ぎぐらいですかね、宜野湾市の、失礼しました、ティルルですね、那覇市のティルル、こちらで、血流をね見てもらったりできる、あの体験、無料体験会、勉強会やね、水素についてご案内したいと思います、ね、ぜひぜひ突然来ていただいても結構です。放送聞いたよってね、私もおりますのでね、お嬢さんもいますのでぜひねいらしてください。お問い合わせはお気軽に、FM 宜野湾の方にねぜひぜひお願いいたします。というわけでね、まあエンディングに向かって、はい、ゲストのちかさんね、どうですか、なんかやっぱり、先ほどめいさんも言ってみた、あの水素のねお話だったりすると、ご自身や体験というか、エピソード。そうですね、あの自分自身はそんなにこう体でちょっと気になるなっていうところあんまりなかったんですけど、私飛蚊症がすごいんですよ。目にこう、なんていうんですか、あのゴミが映ってるような現象、黒い点だったりとか、それが昔からひどかったので改善するといいなと思って水素を吸い始めたんですけど、そうするとですね、水素ってやっぱり自然のものじゃないですか。だからここを私は改善したいのよって言って吸ってても、違うところがすごく良くなっちゃったりすることもあるわけですよ。体って全部もちろんつながってるので。で、私昔からね異常に耳がいいんですよ。めちゃくちゃ耳がいいんですけど、もっと良くなっちゃってどうなるんでしょうねどうなったかというとですね、1キロ先の他人のおならが聞こえちゃうぐらいな、そこまでは ねならなかったんですけど、あの自宅のテレビの音量が一時期2になりましたそれ僕それね全然聞こえないわあの親戚があのたまにね、うちのおばとかうちに遊びに来てくれたりするんですけど、お前はコウモリかと、超音波聞こえるんじゃないの、これ聞こえてるの本当ねって言われるぐらいめちゃくちゃ良くなって、私が良くなりたかったのは目なんですけど耳に来てしまった、耳がすごい感染しちゃって、いいものがもっと良くなっちゃって、でもあの視力とかも別にまあまあ普通なんですか。耳は結構1ヶ月ぐらいで良くなったんですよ、うんうん、で、ああこれちょっと目は良くならないのかなと思って諦めかけてた半年後、うん、視力も上がりました良かったですもうこんなにね美しく健康そうでいらっしゃるね佐藤千佳さんは、さらに良すぎる、よくなりすぎるぐらいなんか耳が良くなっちゃってるんだよ ね、 ね、 なんかねでも嬉しいやら悲しいやって言いますけど、全然悲しいことないですもんね。嬉しいですよね。嬉しいんですけどね、聞こえすぎも、聞こえすぎもちょっとびっくりしちゃいましたでも水素ってすごいなってなんかね、やっぱりこうしたねラジオを通してあの語っていただく全てが本当にリアルでね、少しずつ少しずつね、この番組を通して皆さんに伝わっていったら嬉しいなっていう思いを込めてねお届けしておりますというわけでね、エンディングはゆっくりいけそうですね、本日はね、はい、それではそれではね、またね、次の機会があることを信じてゲストのメイさんとね佐藤千佳さん、はい、これからドクター水素ボトル WO イーストの北条政浩さんね、いや今月もというかね、この夏もね少しずつ出会ってきてね、この水素ボトルに出会ってくれる方が増えていくことを祈っております。まあ、私自身もね本当にちょいちょい話してますけど、って嘘みたいなところがやっぱりヘルニアとかね、痛風とか良くなってしまったので、はい、そんなお話をまた来週からもねお届けしたいと思います。ではゲストの3名の皆さん、本当に今回もねありがとうございました。ありがとうございました。また来週。